今回は急展開、偽盆子消滅について国民の意見をまとめました。ユタ盆子のツイッターアカウントを乗っ取った偽盆子、4月16日現在、彼のアカウントは削除されております。これに関して起こっている状況を推測含めになりますが、解説させていただきます。まずは4月14日付の偽盆子のツイートを引用します。皆様にご報告がありますので、カータレドキニポリスメンのあおいでなされました。これにて閉幕とは権威と遜色ですけれども、今日まで支持してくださった皆様に一言報恩、カオン体得を抱いております。たとえ灰になっても愛の思いも天に届くという言葉を信じて、不当不屈の精神で湯を邁進いたします。やで人生は。続いて4月15日のツイートです。本物ユタ盆の僕が消滅するかどうか存亡の危に迫っておりますが、たとえ縄目の恥を受けようとも、都市化断秘の覚悟を持って終始一貫いたしますので、皆様におかれましては、最後の最後まで見守っていただけると幸甚です。背水の陣で近郊一番の大勝負、画竜転生を忘れず、日滅ぼせんとして光を増す。やで、人生は勉強や。ここまでの流れで、偽盆子のアカウントが削除された理由は3つのパターンが考えられると思われます。まず1つ目、偽盆子が警察に捕まったということ。偽盆子自身の行動はもともとアカウント乗っ取り、つまり犯罪から始まっています。偽盆子本人はプリスマンが仰いで出されましたと言っている通り、捕まる理由はありましたので、結果としてお縄についた。合わせて犯罪に関わるアカウントであることも確実になったので、ツイッター運営様としても削除したという流れ、状況からもこれが一番可能性が高いと氏は思ってます。次に2つ目、偽盆子のアカウント乗っ取りも含め、全てユタ盆サイドの自作自演。国民の声でも結構上がっている意見ですね。確かにやろうと思えば簡単にできます。なんせ自分のアカウントを削除するだけだから。でも水はこの可能性は低いと思ってます。なぜなら偽盆子のツイートのレベルが雪やし、ユタ盆子の書ける文章のレベルをはるかに超えているから。第三者が代筆することも可能ではありますが、あのアンチ体制の低い雪やしが自身の意見を否定するツイートを書いてもらうようお願いするのもちょっと考えられません。最後に3つ目、偽盆子の自作自演。つまり偽盆子がアカウントを乗っ取ったことは事実ですが、そのアカウントを削除したことは偽盆子の自作自演というパターン。推的には偽盆子の発言にもちょっと違和感を持つ点をいくつか感じてまして、そのためこのパターンも意外とあるのかなと思ってます。その違和感とは、今までの雪足とのツイート合戦において具体的な言及を避けている点です。ユタ盆子、雪足のアカウントが削除された時などはそのいい例。何かしらしたことでユタ盆子たちのアカウントを削除したのは分かる内容をツイートしましたが、実際何をしたのかははっきり言っていません。それと水は警察の手続きなどは詳しくなく、刑事ドラマなどでかじった知識程度なので推測が間違ってるかもしれませんが、警察が来たということは逮捕状を持ってきて強制連行された、もしくは強制ではなかったとしても任意同行を求められたという感じだと思います。そんな状況の人間がこんなツイートをしている時間の余裕があると思えないですし、犯罪常連者ならともかく一般人であればそんな状況に置かれてツイートする心の余裕もあるとは思えないです。なのでこれら2つのツイートには不自然さを感じてしまうんですよね。皆さんはどう思いますでしょうか。ちなみに偽盆子が事前に用意しておいたサブアカは鍵アカとはなっていますが、健在です。また雪足、ユタ盆子もそれぞれのツイッターサブアカ、YouTube で今現在この件に特に触れておりませんので、何かしら言及する可能性もありますね。あ、そうだ、偽盆子のアカウントが削除された理由パターン4がありました。偽盆子が地獄の豪華に焼かれてるパターンですね。この件にまた何か動きがありましたら動画アップしますので、その後が気になる方はぜひチャンネル登録お願いいたします。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。